ヨナタン、プロンプトゥアリーコヌムインシギオールムより、ヨナタン統治下のユダヤ紀元前160年征服後、ヨナタンは、マカバイ戦争において、ユダヤ人を指導したユダマカバイの弟で、セレウコス朝からの独立を達成した、ハスモン朝イスラエルの指導者、大祭司。別名を、アフ,フスとも言う。ヨナタンは父マタティアや兄弟ユダマカバイ、シモン、ヨハネ、エレアザルと共に、 セレウコス朝に対する放棄に立ち上がった。ユダ戦士後、ヨナタンが指導者となった。圧倒的な戦力差がある状況下でヨナタンは、セレウコス朝からの独立戦争を戦い、別橋の戦いで、シリアの将軍、バッキデスを撃破し、帰国に追いやった。エルサレム近郊のミクマシュに本拠地を置き、勢力を固めた。 セレウコス朝の王位を狙うアレクサンドロス一世イバラスの援助を行うなどして、紀元前152年ティシュリには、エルサレムにおける大祭司、将軍、総督としての権限を認められ、次第に国家として自立していった。しかし、正当な家系に属さないマカベア家が大祭司職に就くことには、批判があり、ユダヤ教徒の経験派の反発も招いた。 アレクサンドロス・バラスを支援するエジプトをプトレマイオス6世との友好関係を築き、プトレマイオスの娘クレオパトラテアとバラスの婚姻に参加し、贈り物をした。紀元前148年頃、バラスに対抗してデメトリオス2世にカトルがクレタ島よりシリアへ上陸すると、ヨナタンはデメトリオス配下のアポロニオスと対戦し、アシュドドを焼き払った。 プトレマイオス6世が北進するとこれを迎え、エレウテロス側まで送り届けた。プトレマイオスとバラスは対立し、両者が相次いで死ぬと、デメトリオス2世がシリアを支配した。デメトリオスは反乱軍を鎮圧するためヨナタンに支援を求め、ヨナタンの派遣したユダヤ軍は反乱軍を撃破した。しかし、デメトリオスは派兵の見返りとして約束していた。 エルサレムのアクラ要塞などから撤兵しなかった。デメトリオスに対して、将軍ディオドトストリフォンが、バラスの子アンティオコス6世ディオニュソスを担いで反乱を、起こした。シリアの内乱に乗じてヨナタンはアンティオコスを支援し、アニシモンは、要少、ベテズルを制圧した。ヨナタンは、ハゾルヒラノにて、デメトリオス軍と対決し、一旦は、破れるも、 祈って、神の許しと助けを求めた。自ら取って返し、勝利を挙げた。この間、ローマやスパルタとの同盟を確立するなど、外交手腕も発揮した。シモンは続いて、ヨッパを制圧し、ヨナタンは、アクラ要塞の包囲を強化した。紀元前142年、ヨナタンは、セレウコス朝の武将ディオドトストリュフォンの計略により、プトレマイスで捕らえられてしまう。兄シモンが、 公認の指導者となった。トルフォンは、ミノシロキンとヨナタンの子二人を人質として要求し、シモンはこれを認めたが、トルフォンはヨナタンを解放しなかった。トルフォンは、エルサレム行為を目指したが大雪に阻まれて断念し、帰国する。トルフォンは、ガリラヤコ北東のバスカまで、ヨナタンを殺害して埋めた。シモンは遺体を引き取り、モディンに葬った。シモンは、 父母と兄弟四人のためピラミッドを建て、ヘレニズム風の装飾を施した。ありがとうございます。